ピンするけど全然へこまん。スクワットやるけど全然痩せん。もしかすると代謝が下がっていることが原因かもしれません。食事を減らせば痩せると思っている方も多いですが、実は食事を減らしても代謝が下がっているとなかなか脂肪が減らないんです。背中が冷たいとかお腹が冷たい、お尻が冷たい、そういった方はやばいです。めちゃくちゃ代謝が下がっている証拠です。脂肪が燃えている時っていうのはどこ触っても体が温かく、あまり寒さを感じなくなります。それは体がどんどん脂肪を燃焼しているので体が温かいんです。ですので今の3箇所の体が冷たい部分があるよって方は、今回のメニューで一緒に痩せる体質を作りましょう。私は約2ヶ月で体重8キロ、見た目で言うとこれぐらい変わりました。この時に意識したことがやはり代謝を下げないことです。体が冷たいなと思ったら今回のメニューをやってました。最後まで頑張りましょう。大切なのは背中、腰、お腹、お尻です。この4つ今回一緒に使っていきましょう。姿勢が悪くなってしまうと背中があまり動きません。まず姿勢を改善するメニューが1番です。親指を後ろに向けて手のひら上です。このまま後ろに腕を振っていきましょう。スタート。背中を動かしていきましょう。しっかり体よりも後ろに手を動かしてください。腕がだるくなってもちょっと頑張って、オッケー。次はダブルを作ります。上に後ろです。胸を張って脇を締める感じです。あとしっかり肩をね落としてください。手の位置はできるだけ体よりも後ろで動かします。しっかり肩を落として脇を締めましょう。背中が動いているのバッチリです。代謝を上げていきましょう。 OK、 うつ伏せになります。両手前に伸ばします。このまま片方ずつ背泳ぎするような動きです。手を遠くに伸ばします。あと遠くに手を伸ばして戻します。大きく丸を描きましょう。肘が曲がらないように。しっかり胸、背中、肩動かしてください。OK。 次は腹筋です。お腹が出てしまうとどうしても姿勢が崩れやすくなります。しっかり腹筋を行うことで反り腰にならないように正しい姿勢を保てます。使われる筋肉を増やしましょう。膝を曲げた状態で体を起こしながら足をつきます。こんな感じです。いきましょう。あと息を吐きながら、ずっと転がる感じではなく止まって起きる感じです。どんどん起きていきます。OK。 次はランジです。膝をついた状態です。両方足は90度ぐらいにしてください。このまま前足で床を踏んで降ります。少しだけ膝が浮いたら戻っていいです。いきましょう。スタート。しっかり前足で床を踏んで体を上に上げます。グッと踏んで、少しだけ膝を浮かすイメージです。膝が前に出ないように
難しい人は幅広く取っていいです。OK、 反対も一緒です。前足で踏んで膝を浮かせます。あと、少しだけ浮けばいいです。浮かない人はね、床を踏むっていうだけでもいいです。グッと踏んでください、うん、できる人はちょっと浮きましょう。OK です。ラストはつま先まっすぐ、足を大きく開きます。少し膝曲げます。このまま体を揺らしましょう。ラスト、スタート。使う部位がね、変わっていくとずっと少し膝曲げてでも結構できますんで、こういう感じでね、だいぶね、背中に汗かいてるよっていう人は代謝が高いです。体を冷たくて額だけ出る人はね、代謝下がってるんで、体から汗をかく習慣をつけましょう。 OK、 足を開いて座ります。足をね、バイバイする感じで振って力を抜きましょう。スタート。この後はもうクールダウンです。クールダウンをね、やらないと疲れた状態でやめてしまうとストレスが残ったままやめる形になるんで、しっかりクールダウンをね、入れて終わることで習慣になりやすいです。上半身も楽にして、クールダウンがね、すごく大事です。 OK、 肩と背中ね、少し使ったんで片方ずつ回しましょう。スタート。これは少し肘曲がっててもいいです。後ろに回すイメージで力抜いて楽に肩回しましょう。OK、 で、この足の裏合わせましょう。できれば引き寄せて、もしこうなっちゃう人はね、少し前に出しましょう。手で膝を押さえて、ちょっと前かがみになります。スタート。これで股関節周りとお尻をね、伸ばしてるんですが、ここが硬くなってしまうと姿勢の崩れの原因になります。姿勢崩れると使われない筋肉が増えて代謝が下がるんで、しっかりね、ストレッチも欠かさずやりましょう。手で押しながら背中をね、寄せます。 OK、 体が温まったよって方はね、グッドボタンやコメントで教えてください。体の冷たい部位がある人はね、どこの部位が冷たいよっていうのをよかったらコメントで教えてください。今回のメニューはできれば朝または夜お風呂に入る前などに行ってください。毎日行うことをお勧めします。頑張って痩せていきましょう。